京急線型線57編成が運用に復帰しました。京浜急行電鉄は、今日4日、線型線57編成、イエローハッピートレインを営業運転に復帰しました。京急線型線57編成は、2005年に落成しました。2014年からは、ハッピーになる電車として、幸せをイメージした、黄色の塗料で特別塗装し、イエローハッピートレインとして活躍しています。昨年8月以降は、京急電鉄として、最後のシーメンス IGBT-VVVF インバータを搭載する車両になっていました。そして、11月10日をもって、叫ぶ電車としての営業運転を終了し、久里浜工場に入場しました。機器更新工事により、東洋製 IGBT-VVVF インバータへ換装されました。今月1日には、機器更新工事を終えて、久里浜工場信号場から、京急川崎間で試運転を行いました。そして、今日4日、按針塚駅で発生した人身事故によるダイヤ乱れの影響で、急遽営業運転に復帰しました。昨年11月10日以来約4ヶ月ぶりの営業運転となります。これで、3月4日の KAB ニュースを終わります。